い声してるぜ。そう。随分とふぬけたライブだったな。わざわざそんなこと言いに来たのか。あれじゃ、お前の歌が台無しだ。そうだろ？お前には俺たちの演奏がベストだ。そして俺たちのボーカルはお前しかいない。あのセッションの時に感じたことに素直になれよ。俺たちみんなが互いの胸の鼓動を感じ、同じ風の中にいた。あんなことはこのメンバー以外にはありえない。勝手な思い込みはやめろ。何度も言ったろ、迷惑だって。き、金を積まれて飼い犬になる気か。ああ、お前たちの夢とやらに付き合うよりはマシだ。前のボーカル、音楽性の違いで辞めたって言ってたよな。あんたが辞めさせたんだろ、無理やり。あいつがボーカルじゃ、俺たちはインディーズの壁を突き破れない。俺たちはもっと強力な声が欲しかった。俺たちはお前の声を利用する。だからお前も俺たちを利用すればいい。そんなに俺のバックバンドがやりたいならやらせてやる。今日から俺がボーカルだ。のライブ初めて見ました。とってもかっこよかったです。次のライブも絶対見に行きます。演奏について書いてあるのはないか。見た目ばっかりじゃアンケートの意味がない。いいじゃない、確実にファンは増えてるんだから。そういうこと。動員が増えりゃその噂を聞きつけてレコード会社がスカウトに来るって寸法よ。すいません、バナナジュースおかわり。はい。リアクションはどんどん良くなってると思う。地道にライブ続けてデュシペルの名前を売っていこう。携帯鳴ってますよ。ああ。出ないんですか？お前を見つめるのに忙しいんだ。あ、はい。うわー、うまそう。あ、おいおい、メンバーが一抜けか。まったく、あの付き合いの悪さは見事としか言いようがないぜ。ボーカルとしてもだろ。へへ、ちにえに。さっきは随分賑やかだったわね。ライブの打ち上げをやってたんだ。迷惑だった？呼び出したりして。とんでもない。ああいう場所は性に合わないからな。電話がなくても抜け出してた。ああ、また朝まで騒いでたのか。よく飽きないな。ライブの後はとことん朝まで騒ぐ。そいつがオイラの元気のもとよ。しかし、ゆうべはリュシフェル結成以来最高の出来だったぜ。そうだな。短期間でよくまとまったと思うよ。
昨夜に人気が集中してるのは面白くねえがな。ボーカルに転向するか。へへ、考えてみる価値はありそうだぜ。昨夜は生まれついてのフロントマンだ。声もルックスもパフォーマンスも、あいつには人を引きつける何かがある。厚郎も東亜もいい腕だ。自分で言うのもなんだが、俺たちかなりいい線いってるぜ。ああ、リュシフェルならやれる。いい感じじゃん。知らない奴に聞かせたらプロの演奏だと思うぜ。確かに昨夜の出来は悪くなかったが、けどバンドとしての一体感はまだまだだ。ほんとシビアだな、東亜は。お前は甘すぎる。でもさ、絶対いけそうだよね、俺たち。出なけりゃ一緒にはやってないよ。どうだった昨日のライブは。まあまあ。次は再来週かな。マメだな。はあ、みんな気合入ってるからな。お前さんは違うのかい。マスター、俺客なんだぜ。ほいほい、いつものやつね。次のダイレクトメールはこれで行くわよ。また手が込んでるな。当然でしょ、ライブの日付しか書いてないダイレクトメールじゃインパクト弱いもの。姉ちゃんがサポートしてくれて本当助かるよ。俺たちだけじゃ面倒くさがって日付だけのダイレクトメールだって作らないかもしれないもんな。気にしなくていいわよ。あんたたちがビッグになったらたっぷりお礼してもらうから。それは意外と近い将来かもしれないぜ。楽しみにしてるわ。一昨日の MD と新曲のスコア。また作ったのか。豆だな。詞とメロディーラインも考えてきたが、本来それはボーカルの仕事なんだぜ。そういうもんか。まあそうだな。俺たちが自分のパートをアレンジするのと同じさ。俺たちは楽器を使って表現する。ボーカルは歌で表現する。お前にしてはうまいこと言うな。たまにはね。じゃあぼちぼちライブの反省会始めようぜ。俺は次からパスさせてもらうぜ。どうして反省会なんて必要ねえだろ。結構うまくやれてると思うぜ。ミスなくプレイできればいいってもんじゃないんだ。バンドを組んで日も浅い。それぞれがどんなサウンドを求めてるのか話し合うだけでも意味はある。なるほど。だが会いに行くと俺は何も求めてないんだ。今のままで十分楽しませてもらってる。うまくいってると思ったんだがな。いってるさ。ただ意識にちょっとズレがあるだけだ。お言葉を返すようで悪いんですがね、俺にはでっかいズレに思いますぜ。あいつは決していい加減じゃない。歌うことを楽しんでるんだ。脈は十分ある。楽しいままで終わらないことを願うぜ。せいかな。俺は昨夜も会ったような気がしてるんだ。あれから24時間も経つわ。
何か歌って。あいにくまだショータイムじゃない。私のためだけに。高いぜ。でもバンドではタダで歌ってるんでしょ。ああ人間趣味の一つも持たないとな。早いな。覚えたか、この間の新曲。おいおい、まさか明日のライブでやるなんて言い出すんじゃないだろうな。安心しろ。練習で一度も合わせたことのない曲をやるわけないだろう。よかった。こう見えてもいろいろと忙しいんだ。それでも曲は早めに覚えてもらわないとな。どうして。もうライブでやりきれないぐらいレパートリーは揃ってるぜ。慌てて新曲を仕上げる必要はないんじゃないのか。曲数の問題じゃないんだ。バンドのカラー、方向性だな。いろんな曲を試してリュシフェルの個性を見つけないと上にはいけないんだ。この間も言ったが、俺は何も求めてないんだ。ああ、そしてお前はこうも言った。楽しんでるってな。上を目指せば歌うことがもっと楽しくなるはずだ。貴重な体験談、ありがたく受けたまっておくぜ。よー、二人とも早いな。俺たちに内緒でよからぬ話でもしてたのか。なーに、夢は寝てる時に見るものだっていう当たり前の話さ。毎度のことながら、リハーサルから出番までの待ち時間が退屈だぜ。ここは控室が狭すぎるんだ。オーナーに言って何とかしてもらってくれよ、ユーカ。アマチュア風情が贅沢言うんじゃないの。ほんじゃ、いつものファミレスで時間を潰しますか。俺はそこら辺ブラブラしてるぜ。ちょっと、たまには一緒に来なさいよ。サクヤ。相変わらずノリの悪い野郎だぜ。こんなところで会うなんて偶然ね。気合悪いわよね、サクヤって。サクヤにはサクヤの世界があるんだよ。それが悩みの種だな。あいつはバンドが全てってわけじゃないんだ。確かにミュージシャンを目指す気はなさそうだ。でもライブの時はとってもいい感じよ。ああ、バンドで歌うことは楽しいのさ。だがそれ以上のものは求めていないんだ。だからって俺たちの夢を押し付けることもできない。やっぱ別のボーカル探した方がいいんじゃねえのか。もっとやる気があって性格のいいやつをよ。それは結論を急ぎすぎだって。その短絡的な思考は直した方がいいんじゃない。そりゃどうも。真面目な話どうなんだ。俺はみんな待ってるもんだと思ってたけどな。バンドに入った時みたいに昨夜の気が変わるの。ああ、他にどうしようもないな。おいおい、だったらなんで急にこの話を始めたんだ。いや、実は昨日昨夜に夢を押し付けるようなことを言ったのか。ああバーカ、それで煩わしくなってバンド辞めるとか言い出したらどうすんだ。
あれ？別のボーカルを探すとか言ってなかったっけ？あれは、ちょっと選択肢の一つを披露しただけよ。わかるだろう、お前だって。とりあえず、バンドをやることは気に入ってるみたいだからな。気長に待つしかない。はい。どうも。いつもありがとうね。頑張ってくださいね。頑張ってください。どうも。さっきから女の子ばっかり。これからの課題だな。いかにして男のファンを獲得するか。それならいい方法があるわよ。私をメンバーに加えるの。大して効果があるとは思えないな。こら、スロこれは断然ボーカルだな。もろ好み。俺はギターだな。ではと、本日の打ち上げは彼女たちと全曲に行くといいかし。頑張ってください。どうも。昨夜。いや、見てない。まだ戻ってない。あいつ、よく一人で何時間も時間潰せるな。あんたと会えて、ほんとラッキーだったぜ。おかげで退屈しないで済んだよ。ライブは何時からなの？8時半くらいだな。まあ余裕見て8時には店に戻らないとな。まだ1時間以上あるわね。いいわ、もう少し付き合ってあげる。どこかドライブでもしましょう。おい、喜べ。今さっきの女の子バンドと話しつけてきたぞ。今日の打ち上げは姉ちゃんたちと大盛り上がり大会だぜ。あはそれより昨夜がまだなんだ。なんだって。あとどのくらい。今俺たちの前のバンドがセッティングしてる。じゃあ出番まであと 3,40 分ね。何してるのかしら、昨夜。そろそろ時間だ。引き返そうぜ。ここからだとギリギリってタイミングだ。え？そう。なぬ？というわけだ。おい、もうとっくに前のバンドのステージは始まってんだぜ。俺に言ってもしょうがないだろう。おい、ライブハウスとは方向が違うぜ。聞こえないのか？引き返せって言ってんだぞ。くだらない遊びはここまでだ。いい加減にしないとマジで怒る。そういえば、まだ一度も怒った顔見たことなかったわね。どんな風になるのかしら。楽しみだわ。何を考えてるんだ。あなたこそ何をムキになってるの。らしくないわよ。いいじゃないの、ライブなんて。どうせ遊びなんでしょ。同じ遊びならこっちの方が楽しいんじゃない。
拓也の野郎、一体どういうつもりだ。本当にどうしちゃったんだろう。ねえ、ひょっとしたら事故にでもあったんじゃ。縁起でもねえこと言うな。とにかく時間切れだ。俺たちだけでやるしかない。